こんばんは、ルリーと申します。よろしくお願いします。このライブ結構前に決まってたんですけど、まあ、本当はあのカーテンレーザーっていうね、あの新ユニットを組みまして、皆さんご存知かなと思うんですけど、ウタヤブーティーの、ギターでマーボーっていうのがおるんですけども、まあ、彼と、今年からちょっとやろうかっていうことで、その一発目のライブということで、マーボーもとても楽しみにしてたんですけども、昨日おとついの晩ですかね、連絡ありまして、お亡くなりになりました。嘘です。嘘です。めちゃくちゃ言ったもん。もうそれっぽかったよ、まあ、俗に言うコロナやつですね。コロナにやられて、しまいましてね、すごいもう本人残念がってましたんで、またあのぜひリベンジしたいと、言ってますけど、絶対またカーテンレーザーここで、やりたいなと思いますので、その時またぜひ。今日はあのルリーピンでございますが、ちょっともう役不足なんですけれども、我慢して聞いてやってくださいませ。なんでそんなにボケをかます。ボケをかます。だからカーテンレーザーでやろうと思ってた曲とだいぶ、違うとは思うんですけど、最初の曲は、皆さん絶対知ってるだろうビートルズの曲も、ただまあアレンジをちょっと変えてというか、昔ですね、香川亮さんと上田正樹さんと陸奥さんと、あとはだらけその辺のが、一緒にやってるバージョン、70年代ぐらいのバージョンです。ビートルズのヘルプですね。So much younger than today, I never needed anybody helping anyway. But now these days are gone, I not to serve for sure. Now I find, change my mind, open up the door. Help me if you can, I feel it now.And I do appreciate you being loved. Help me get my fear back off the ground. Won't you please, please help me?誰の助けもいらないなんて強がっていたけど、君の汽笛がこの街抜けていくとき、愛しているんだなんて言葉よりもずっと素直に言える、ひざまずいてでも Help me if you can I feel it now。 ここにあなたがいるなら私もずっとここにいたい。 Help me get my fear burned on the ground. Won't you please, please help me。 Independence seems
to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like never done before. Help me if you can, I stay now. And I do appreciate you being loved. Help me get my fever off the ground. Won't you please? ミスオッケールールのワンミスまではオッケーで、ツーミス以降はちょっとペナルティで、そういうルールをこれ先に言うとかなかね、先に言うとかなとダメですよ、本当に忘れて一個しかミスってないっていう今のあのビートルズのヘルプっていう曲を、まあいろんな方がね、このアレンジでカバーされてるんですけど、もともとは海外の方がこういうアレンジをされて、それをまあ日本でもね、いろんな方がやられて、最近では天野翔さんに僕大好きなベーシストの方、あの方がやられております。はい、1曲目は忘れてですね2曲目はあのこれはあのマーボーと今日多分一緒に、まあ2人でやる予定というかやった曲で、まあマーボーといえばご存じの方はあの歌やブーティーっていうね、春一ずっと出てるユニットなんですけど、カサスリムご存じですか？カサスリムも大好きで、カサスリムのライブもよく、聞きに行ったり、まあ、あの僕 PA やってるお店でねよく来てくれたりしたんですけど、まあ、そこでカサスリムの曲ではないんですけど大好きな、なんかこう初めて聴いた時にこうちょっとこうポロッと来そうなぐらいな、結構ぐさっと若い時こんなことあった人がいっぱいいるんじゃないかなみたいな、眠れないままにっていう曲です。朝を迎えた時間つぶし本を広げた読みかけのページと君がくれた写真風に髪任せ素敵な声忘れたいのさ、baby 思い出せない、bye bye bye 忘れたいのさ、baby 思い出せない、bye bye bye 朝を迎えた時間つぶしに待ちわびていた御堂筋の流れが小さい場所が初めての街のように元に映る。
るといた。僕は予定通りにこの街を出る。忘れたいのさ、baby、 思い出さない、バイバイバイ。忘れたいのさ、baby、 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 思い出さない、バイバイバイ。眠れないままに。間で、孫のかっこいいギターソロが今日は本当はお聞かせできる予定だったんですけど、でそこは僕の笑顔でいらんか、なんかめちゃいらんというか、一応年下は基本的に全部いじる。年下さっきマスターと話してたら、俺のが一個上やったから、マスターもいじれる。じゃあ次ここは順番にいじれるんだよ。順番に。最近私とんだにハイダウェットの店がありましたね。でそこで7年ぐらいですかね、 PA をずっとやらせてもらって、いろんなミュージシャンと、いろんなことを教えてもらって、まあ、PA もそうだったんですけどね。で、去年の春ぐらいにちょうど卒業させてもらって、それから、まあ、土日が空いたんで、ライブ活動いろいろちょっと本格自分の音楽やりたいなと思って、今バンドを2つほどやってまして、今、バンドでやってる曲をちょっと1曲弾き語りでやってみようかなと、まあ、初なんですけど、やるね。ドビー・グレイっていう方がいましたね。知らんやろな。ドビー・グレイって方のですね、ドリフト・ウェイっていう曲です。最近結構 CM なんかで昔の歌がバックで流れたりするんでね、ひょっとしたら聞き覚えがあるかもしれませんが、ドリフト・ウェイ聴いてください。Day after day, I'm more confused. Yeah, I look for the light through the pouring rain. You know the games that I hate to lose. Feeling strange. My soul, I get lost in the rock and roll when I drift away. Oh, give me the beat, boy, to free my soul. I get lost in the rock and roll when I drift away. And I understand the things I do. The world outside looks so unkind. I'm coming to you. You're carrying me through. Give me the beat, boy, to free my soul. While I get lost in the rock and roll when I drift away. Oh, give me the beat, boy, to free my soul. While I get
My soul, wanna get lost in the rock and roll, and I drift away. Oh, give me the beat, boy, to free my soul. Wanna get lost in the rock and roll, and I drift away. Give me the beat, boy, to free my soul. Wanna get lost in the rock and roll, and I drift away. Won't you take me here? Won't you take me here? Drift away. Won't you take me? ありがとうございました。結構しんどい曲ですね。過呼吸になるかもしれない。やっぱバンドの方が楽やね。ほんとギター弾いて歌も歌わなったみたいね。もう言い過ぎ。困らない。一人やったらまだ感想どないすんねんいう話やからね。ほんまに。どないすんねん。そんなこと言われても。まあ、魔法が。だから魔法がおってくれるともう彼はもう完璧にね。コーラスから、ギターも素晴らしいギター弾いてくれるんで、もうぜひ今度ね、あのカーテンレーザー聴きに来てやってください。よろしくお願いします。これは詐欺だった。曲順も何も決めてない。めっちゃおもろい。で次はフランス語の曲をね、一発フランス語も歌える。トレビアン。トレビアン。カタカナやな。まあ、あのフランス語で言いましても、ウーララっていうところがありまして、それフランス語なんですよ。それ以外は日本語と。まあ約 98% は日本語なんですけど、まあ、ただそのウーララっていうフランス語のところがあの一番肝でございましてね。今日はあの素晴らしいボーカルの方、この後出る、ね、方もいらっしゃいますし、皆さんも、ウーララっていうところ何回かやったらすぐ覚えるんでね、ぜひ、ご礼をいただけると嬉しいな。誰も笑えへん。五章はね。五章は。これ結構ね、めちゃくちゃドカーンって受けるか、今みたいにダダ滑りする。で、あの、お年寄りが多い会場だと、ほぼシーンとしてるんですよ。五霊は何それっていう感じでね。で、結構若い人やったら、はぁはぁってすぐ反応してくれるんですけど、今日は皆さん、ちょっと頭の回転がね、まあ、客のせいにしたらあかんな。じゃあ、ウーララっていう曲です、ウーララっていうとこありましたら、ぜひ覚えたあたりから、ウーララと覚えたあたりから、ボーカルの人よろしく、なんならハマってくださいね。ありがとうございます。
たち立ち止まりだよ。振り向いてごらんよ。綺麗な虹だよ。あなたの過ごした時の足跡を曲がったりくねったり、とても素敵さ。雨の我が家うーららうーららまた会えたよね。傷ついた天使たち笑ってごらんよ。心の痛みも優しくなるよ。うーらら行きますよ。うーらら、うーらら、涙を拭いて、うーらら、うーらら、また会えたよね。15分あります。あ、そうですか。
これもあのもう一個違うバンドでやってる曲なんですけど、これも超有名な、プリンスって知ってます？おプリンスね、プリンスメロンじゃないですよ。プリンスね、プリンスの曲といえば何でしょう？ピンポーン、パープルレインで、パープルレインって英語なんで、僕はあのフランス語専門なんでね英語はちょっと嫌いなんですよ。ただね、それを、石田治さんという素晴らしい、なにわのミュージシャンがですね、日本語、その日本語もまたこうたどたどしいというか、字余りというか、ただまああの、日本語の言葉は結構ギュッとくるような、素晴らしい詩を書いてますので、日本語で歌いたいなと思います。パープルレインってところはまたご令和いただければ、知ってる人はね、ようやくご令和で笑ってもらえた、説明しましょう。悪くない、仲間の方に入ってもらってパープルレイン。
ワンピースはね、使わなあかんいうルールでもない。使わなあかん。やっぱり久しぶりにやるとね、やっぱり、まあ、でもね、ワンピース使っていいっていう、こう、何ですか、緩い気持ちがあった方が気楽にできるんで、まあ、僕、プロじゃないんでね、プロは来ないとありませんよ、プロではないんで、あと何分くらいでしょう。8分ぐらいですよ。8分ぐらい。テグメイさん、プロのバンドではちょこちょこやってるんですけど、フィーリングオーライトっていう曲があります、皆さん知ってるとこあればフィーリングオーライトいうとこあるんですけど、これはね、これはわかります。ちょっと短めでいきますI'm gonna go get some more.
ミスは飛んでいつもなりましたけど飛んでいってないんでワンミスにはならないじゃあ、最後の曲にしましょうかね。さっき一番目のユニットのボーカルの方と話してたら、タンバ、うん、で僕の大好きなミュージシャンで、坂本雅之さんって方がいるんですけど、まあ、タンバ出身のミュージシャンの方で今東京で、グラフィックデザイナーやれながらミュージシャンを続けてて関西ツアーなんかもよく来られるんですけど、でライブなんかもよく見に来てで、この曲歌わせてくださいと言って本人にいいですよ歌ってくださいということで、今ちょっとさっきのジンジャーエールの炭酸それも使わせてもらおう。炭酸歌ってるで炭酸歌ってるけどこの辺で我慢してたよ、ね、今やな今やないうタイミングで出てきたよ。そうじゃ健康診断私も御年66になりまして、まさかこんな年までやってると思わなかったんですけど、ただまあ僕の諸先輩方、僕師匠が訓長さんでね、もう70も超えて、バリバリ元気でやられてるんですけど、そういう諸先輩見てるともう本当まだまだ頑張れるなっていうか元気をいただいております、ルリーでございました。っていうか本当カーテンレーザーで本当やりたかったんです、またちょっと日にちを改めて、麻婆の、これらこれらじゃあ、これらどうなってるか K これらコロナ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  K コロナとコレラどっちがひどいね。いやこれらこれらこれらあれ伝染病指定されましたからね。まあコロソですね。まあそういうことでリュリーでございました。大好きな坂本雅之さんの、曲で丘の上に座ってって曲です。
何から話そうか。彼は少し迷ってた。ただ向き変わるのをじっと待っていた。あなたをなくすために生きてきたのじゃない。慰めてもらうために歩いてきたのじゃない。